電車ってお金かかるんですか？ブラックワールド。私の名前は鈴鹿。両親は母が働いていた高級クラブで知り合い、離婚して私が生まれてすぐに父が他のホステスと浮気をしていたことが分かって離婚。私は幼い頃から母子家庭の子供として育てられた。鈴鹿ちゃん、お菓子買ってきたよ。ありがとうおじいちゃん。それじゃあ紅茶でも飲みながら食べましょう。仕事が忙しい母に代わり、祖父母と一緒にいる時間の方が長かった。私は親からの愛情をもらえなかった世界で一番かわいそうな子供。どうしたの？何が悲しいの？お母さんに会いたいよ。寂しいよ。そうよね、寂しいわよね。それじゃあ明日新しいぬいぐるみでも買いに行きましょう。いくつでも買っていいわよ。でもお洋服も欲しいな。何でも好きなものを買ってあげよう。やったー。愛情をもらえなかったかわいそうな私は、裕福な祖父母にちょっとだけ甘やかしてもらえた。それでも私は全然かわいそうな子。しかし、私に優しくしてくれた祖父母も、私が高校生になる頃には二人とも亡くなっていた。おじいちゃん、おばあちゃん、二人がいなくてとても寂しいよ。私はこれからどうすればいいの？好きなバッグも好きな靴も、これからどうやって買えばいいのよ。そんな超絶かわいそうな私を神様は見捨てなかった。お母さんの夢だった自分の店がモテて、やっと軌道に乗ったの。これからはお母さんと二人で暮らせるわ。本当、嬉しい。今までごめんね、鈴鹿。高校卒業する頃に母の仕事がうまくいって、都内の超高級マンションの最上階に住めるまでになった。母と二人で暮らし始めたけど、一緒に過ごせたのは本当に最初だけ。母は仕事が多忙で、家を留守にすることが増えた。お手伝いさん、今日のご飯は何かしら？今日は A5 等級の神戸牛を使用したビーフステーキがメインです。食べ飽きた。お寿司が食べたい。かしこまりました。すぐに作り直しますね。祖父母も母もいない代わり、お手伝いさんが私の家に来てくれた。お手伝いさん、爪切ってくれる？はい。その前にテレビつけて。はい。手が汚れちゃうからお菓子食べさせて。はい。頼めばお手伝いさんが何でもやってくれた。幼少期は世界一かわいそうな私だったんだから、これくらいやってもらって当然よね。何でも好きなものが手に入っちゃうし、あと私が欲しいものといえば、鈴鹿ちゃんの誕生日を祝って。ケーピー、ケーピー、ケーピー、ありがとう。鈴鹿ちゃん、プレゼントをあげるね。俺からのも受け取ってよ。みんなありがとう。お返しに一番高いお酒どんどん持ってきて。友達もお金で簡単に手に入れられた。そんな楽しい毎日を送っていたけど、気がつけば私は40を超えていて、母は70歳でこの世を去った。若い頃に水商売でお酒を飲みすぎたせいか、肝臓の病気で長い闘病生活の末に行ってしまった。再び私は一人ぼっちになってしまった。今日来れないの？申し訳ございません。大変お世話になっていた奥様が亡くなられて、鈴鹿様が一番大変なのは重々承知しているのですが、私も体調が優れず。もう分かったわ。体調が良くなったらまた来てくれるんでしょう？はい、できるだけ早く体調を整えようと思います。いつも来てくれていたお手伝いさんは、母が亡くなったことにショックを受けて体調を崩してしまった。体調が戻ったらまた来てくれるという約束だったけど、結局体調が良くなることはなく、お手伝いさんはそのまま退職することになった。お手伝いさんが来てくれないなら、私はどうやって生きていけばいいの？鈴鹿様も普通の女性として生きていくのが一番かと思います。普通の女性って何よ。会社に勤めて家のことをご自身でやるんです。私が？無理に決まってるじゃない。第一仕事なんてしたことないし、私にはできない。大丈夫です。
静香様ならできます。私もお手伝いしますので。私はお手伝いさんが紹介してくれた職場で生活のために仕方なく働くことにした。とりあえず駅に来たけど人が多すぎてどこに行けばいいのかわからないわ。みんなそこに向かってるし、きっとあの機械のところに行けばいいのよね。もちろん電車なんて使うのは初めて。今までは運転手付きの車に子供の頃も大人になってからも乗っていたから。あれ、前の人は行けたのに。故障かしら。早く行けよ。急いでるんだよ。誰か来てください。ここの機械壊れてるんです。誰か係の人呼んでくれませんか。自分で呼びに行けよ。まあ不親切。すみません、あなたが係の人。はい、どうされました。あの機械壊れてますよ。そうでしたか。でも今は普通に使えるようですね。もう一度通ってみてください。でも私が通ろうとしたらすごい音がして、なんか機械がガシャーンって出てきたの。ガシャーンって何回も。それではこちらからお通りください。切符か IC カードを持ってますか。切符？ IC カード？はい、スイカとか持ってませんか。スイカ？スイカは大きいし重いし持ち歩く趣味はありません。交通系 IC カードです。お金をチャージして使うんですよ。電車ってお金かかるんですか。かかりますよ。切符も IC カードも持ってないんですか。公共交通機関なのにお金を取るなんて詐欺じゃないですか。いや、詐欺ではないと思いますけど、とりあえず切符を購入してきてください。結局私はお金を取りに家に帰ると出勤まで時間がなかったからタクシーを使った。鈴鹿さん、よろしくお願いします。それではまずパソコンを立ち上げてください。立ち上げる？手足が生えたりするのかしら。鈴鹿さん、パソコン立ち上がりましたか。いいえ、まだです。今待っているところです。とりあえずパソコンを開いてください。開く？じゃあ私がやってみせますので覚えてください。いい、どうぞやってください。私は一度もパソコンを持ったことがないので全て一から教えてもらった。ここのお店はどうなってるんですか。店員も誰も来ませんし、お水だって持ってきませんよ。ここセルフなんですよ。セルフ？何ですかそれは。列に並んで順番に好きなものを選んでお会計するんです。そうなんですね。てっきり誰か来るのかと思ってました。で、誰に頼めば並んでくれるのかしら。自分で選ぶんです。私が並ぶの？そんなことまでしないと食べられないなんて不便で不親切な会社ですね。すみません。本当に知らないことだらけで初めはびっくりでした。それでも何日か働いているうちに少しずつお仕事にも慣れてきた。午前中のうちになんとかパソコンは立ち上げられたし、午後からも頑張ろうっと。あれ、郷一くん、あの人どうかね。鈴鹿さんですか。どうなんでしょうね。なかなか難しいです。そうか、あの人が入ってから全体の仕事の効率が落ちているんだよな。タイピングは人差し指でやってますし、基本操作もできないので、そこのフォローに人員が割かれますから、効率は落ちてしまいますよね。世間知らずというか、なんというか。使い物にならなかったら、雑用でもやらせるしかないか。世間知らず、その言葉に私は愕然とした。それからすぐに仕事を変えられて、書類のコピーやお茶組みや掃除など、本当に雑用をやらされるようになった。すみません、コピーできないんですけど。用紙切れてるから補充して。用紙どこですか？すぐそこの棚。どこに補充すればいいですか？ああ、もう俺がやるから。温かいコーヒー入れてきて。はい、コーヒーお持ちしました。ありがとう。デスクの上に置いておいて。わかりました。熱い！すみません、こぼしちゃいました。書類もパソコンもびちゃびちゃじゃん。早く拭くもの持ってきて。
あの、履くものってどこにありますか？ええー、それも知らないの？すみません。結局私ができることといえば掃除くらいしかなく、毎日出勤しては仕事の終わる時間まで掃除をすることになった。職場で仲良くしてくれる人もいないし、やりがいもない。これが働くっていうことなんだとすれば、とてもじゃないけど私には耐えられそうにない。一緒にお酒を飲んだ友達もみんな連絡が取れなくなってしまったし、今の私は本当に一人だ。ああ、休憩中ここで過ごすのが一番落ち着く。今日の仕事もあとちょっとだね。もう疲れた。誰か入ってきた。バレないようにしないと。っていうかさ、あのおばさん何なの？知らない。なんか入ってきたばっかりで仕事全然できないから掃除に回されたらしいんだけどさ。そうなんだ。掃除機邪魔じゃない？わかる。なんかさ、何もできない感出てるよね。掃除もできないんだったら会社来んなよって。それな、男とかいるのかな？いるわけないでしょ、あんなおばさんに。だよね。うちらも早く結婚しておばさんみたいに孤独死しないようにしないと。行こう。私はこの先この職場で働いていける気がしない。でもここを辞めたら次の仕事先なんて見つからない。ここだってお手伝いさんのコネがあったから入れたんだ。辞めたら無職、あの家も追い出されてしまう。何もできない私には自分の人生すらどうすることもできない。つらい。このテレビパシもらえる傑作だわ。私の名前は鈴香。何でも巷では子供部屋おじさんなんて言葉が出回ってるらしいけど、さしずめ私は子供部屋おばさんってとこかしら。子供部屋おばさんっていうのは、まあ言うなれば自立せずに実家の子供部屋で生活している中年ニートのことね。私は今年38だし。働きたくね。このまま自由を謳歌したい。そもそも私がこういう生活をしているのだってちゃんとした理由があるのよ。私は一人っ子でこの家に生まれてパパとママに愛されて育ってきたわ。おお、鈴鹿、まんじゅう食べるか？このお洋服買ってきたわよ。似合うと思って。もうパパもママも大好き。そんな幸せがいつまでも続くと思っていた。しかし、パパ、ママ、私将来看護師さんになる。パパとママと一緒にお仕事するの。おお、鈴鹿が現場に来てくれるのか。そりゃ嬉しいな。医者の家系に看護師、そういうのもありね。私は両親の期待を一身に受けて勉強を頑張った。しかし試験に落ちた。大丈夫だよ鈴鹿、次があるから。最初からうまくいくことなんてないのよ。その後も何度か試験を受けたがダメ。両親は鈴鹿がやる気になったら頑張ればいいと言ってくれた。それ以来私は自分が頑張るタイミングを探して今に至るというわけだ。まあ考えてみれば私ニートじゃないし、家事手伝いっていう立派な仕事をしてるんだから。パパもママもお仕事忙しいからこういう仕事が大事になってくるのよね。おっと、いけない、ゲームの時間だわ。家事手伝いはゲームの時間も仕事のうちなのよ。私が今やっているのはイケメンキャラとイチャイチャするものだった。りょうたくん今日も素敵。毎日りょうたくんの好感度を上げないと。彼ったらイケメンだからすぐに他の女が言ってきちゃうのよね。お前以外いねえぜ。キャー、りょうたくん、いや、りょうた様マジ神、たまらん。ぶっちゃけりょうたくんさえいれば彼氏とかもいらないし、りょうたくんさえいれば何もいらんくない？あ、もちろん課金はめちゃめちゃする。りょうたくんの新コスチュームとか見たいし、りょうたくんとの思い出いっぱい作りたいし、
家事手伝いしてるからお小遣いも当選の権利よ。ねえパパ、鈴鹿今月家事手伝いいっぱいやったからお小遣い弾んだよ。しょうがないな鈴鹿は。やったパパ大好き。なあ鈴鹿。うん、何？いや、なんでもない。うひょー、りょうたくんそんな格好。いや、スケベスケベ、そんな格好スケベよ。あの、鈴鹿ちゃん。ママ何？今りょうたくんとイチャイチャしてるところなのに。ごめんね。実はね、お父さん、ガンらしいのよ。助かるかわからないのね。だから精一杯パパに親孝行しようね。うん、よくわかんないけどわかった。ガンって確か怖い病気だった気がするけど、パパはお医者さんだし、自分で自分治せるでしょ。それに今の医療だったらガンなんて風邪みたいなもんでしょ。それなのにあんな深刻な顔しちゃって、ママったらおかしいとかなんとか思ってたら、1ヶ月後にパパがいなくなった。え、どういうこと？ガンって治るんじゃないの？鈴鹿ごめんね、パパも戻ってこないね。あれ、そっかそっか。あ、でも今日りょうたくんの誕生日じゃん。ごめんママ、私誕生日パーティー行ってくる。あ、鈴鹿ちゃん。パパはいなくなっちゃったの確かに悲しいけど、私にはりょうたくんがいることが重要だし。りょうたくんのバースデーイベントマジ神。生きててよかった。これからもずっとりょうたくんを推してくぞ。私がりょうたくんのイベントを楽しんでいる中、ママはなんだか最近忙しそうにしている。ちょっとママ、バタバタうるさいよ。鈴鹿今推しのイベントで忙しいんだから。ごめんね鈴鹿ちゃん。ねえ、今日もちょっと家事手伝いしてくれないかな。しょうがないなママったら。最近イベントが盛りだくさんだから家事なんてやってられないんだけどね。ママが忙しそうにしてるから仕方なくやるけど。りょうたくんの水着イベント、これ私のためのイベントみたいなもんじゃん。やるやる。あの鈴鹿ちゃん、お皿とか何も片付けてないし、洗い物溜まってるんだけど。ああ、しょうがないじゃん。今日は推しのすっごい興奮もののイベントがあったんだから。そうなの。でも、ママちょっと忙しいから、家事やってくれると助かるんだけどな。ああ、いつもはやってるんだから別にいいじゃん。たまの推しイベくらい自由にやらせてよ。ママってば子供の心が分かってないんだから。ごめんね。気分悪い。せっかくの推しイベなのに。こんな時はママの財布からお金を奪うのが一番だよね。2万円くらいもらっといて推し活推し活。最近帰ってくるママの顔が疲れてる。あんな風に疲れてるアピールされると気分悪いな。こっちは楽しくイベントやってるっていうのに。ママまた疲れてるアピール。もういいからそういうの、痛いだけだよ。ママ何やってんの？死んだふり？そんなことしても無駄だってば。ママ、やば、何これ、どうすればいいの？救急車？いや、番号知らないし、何番だっけ？110番だっけ？ママは過労で倒れたらしい。私が救急車を呼ぶのに手間取ったから、ママは助からなかったんだって。いや、そんなこと言われたって。救急車の番号書いてないママが悪くない？私、悪くないし。
ていうか、この書類の山どうすればいいの？なんか赤字で重要とか書いてあるけど、よくわかんないし。保険？税金？まあいいや、放置しとこう。両親ともいなくなったけど、二人ともお金を残してくれてたから、私は生き延びていた。うひょー、おしべー、やるやる。パパとママが残してくれたお金は速攻でイベントに使った。すぐにお金が尽きて、私は就職することにした。うわぁ、履歴書ってめんどくさ。こんなこといちいち書かなきゃいけないの？ま、職歴ってところは何にもないから書かなくていい分楽だけど。職歴白紙の履歴書を送っても、どこも面接してくれる企業はなかった。企業ってなかなか受からないんだ。まあいいや、なんとかなるでしょ。そう思っていたけど、しばらくしてもどこにも採用されなくて、貯金がついに0円になった。お腹すいた。おしべもやれないし、どうすればいいの？そのうち私は栄養失調で倒れてしまった。幸い外で倒れたので、通りかかった人が救急車を呼んでくれた。助かったわ。病院なら病院食も出るだろうし、まずいだろうけど、我慢して食べてあげようじゃない。あー、君、保健所はある？何それ、知らない。保健所がないと満額請求することになっちゃうんだけど。満額っていくらくらい？こんなにかかるの？まあね。そんな、お金ないのに。そんなこと言われても、払ってもらわないと困るんだけど。そんな、お金がないだけでどうしてこんなことに。どこで間違えたの？私。パパ、ママ、誰か、お金ちょうだいよ。私困ってるのよ。誰か助けてよ。私の名前は鈴鹿。独身無職、数ヶ月前に30代を終えてしまった。認めたくはないが、もう40歳。高校を卒業して就職したけど、辛すぎてすぐに辞めた。俗に言う子供部屋おばさんだ。仕事を辞めた。まあ、いいんじゃない。やりたいことが見つかったらやればいいさ。両親は私が無職になったことを別に責めたりはしなかった。父は結構稼ぎのある人で、母も専業主婦だったからかもしれない。両親は昔から私に優しかった。それでも無職になったことは、もっと怒られると思っていただけに、逆に驚いたくらいだ。ごめんママ、部屋が汚れてきちゃったから掃除して。じゃあ終わるまでリビングで待ってて。お昼ご飯作ったからついでに食べてね。はーい。出かけることも少しずつ減り、もともと友達の少なかった私はさらに孤立していって、外に遊びに行くこともなくなった。いろいろ私のことを心配して、私に何かを強要するようなこともなく、私を育ててくれた両親が大好きだった。そんなある日。何かあったのかな。はい、それで主人の様子は？パパ？鈴鹿、お父さんが職場で倒れたって。大丈夫なの？詳しいことは病院で話すって。母さん、これから病院行ってくるから。私も行く。鈴鹿、外に出る気になったの？だってパパが倒れたんでしょ。私も行きたい。病院に着くと、父はいつもと変わらないように見えた。パパ、大丈夫なの？それがな、今すぐにというわけではないが、あまり長くはないらしい。そんな。まあ大丈夫だ。孫の顔を見るまではお父さん頑張るぞ。あなた。ママ、私結婚する。結婚って鈴鹿、あなた相手はいるの？
探す。すぐに見つけて、すぐに結婚して、すぐに子供作る。今まで迷惑をかけてきた父のために恩返しできる時間は限られているのだ。次の日、私は結婚相談所へ向かった。それでは、鈴鹿さんの求める理想の男性像を教えていただいてもいいですか？求める男性像？私は恋愛を全くしたことがなく、本当に理想というものがわからなかった。ぶっちゃけ見た目なんてどうでもいい。パパとママが安心できる安定した収入の人なら。どんなことでも大丈夫ですよ。きっと鈴鹿さんと結婚したいと思っている男性はたくさんいますから。そうですか。そういうのはあまりわからなくて。ええ、結婚をしたがっている男性会員の方もたくさんいますので。年収は1000万円以上で、見た目はどんなのでも、人であれば構いません。年齢も別に気にしません。ああ、はい、わかりました。相談員の人から聞いた話だが、男性とは違い、女性は年収や住所は非公開でも登録できる。それゆえに、私のような子供部屋おばさんもたくさん登録しているらしい。そういう人も結婚しているという実績もあるのだから、私だってその気になれば。小杉さんなんていかがでしょうか？同じ年齢で IT 会社で課長をしています。年収もご希望通りですね。じゃあこの人で。それじゃあ顔合わせの日時を決めさせていただきますね。小杉とかいう男の人とお見合いすることになった。まあ、容姿は写真通りね。良くもないし悪くもない。お金があるなら結婚してあげてもいいかな。鈴鹿さんはおいくつなんですか？会ったばかりの女性に年齢って普通聞きますか？40ですけど。あ、へえ、私たち同い年なんですね。話が合いそうだ。そうですか。鈴鹿さんはどちらにお住まいなんですか？都内ですけど。ああ、そうなんですね。はい。なんかまどろっこしいの面倒なので全部話しますね。私は今休職中で家事手伝いをしている実家暮らしです。家事は一応それなりにできるので、結婚したら専業主婦希望です。で、結婚しますかしないんですか？私急いでるんですけど。ある程度稼ぎがあるのに、こんな年になるまで結婚もできなかったんだから、きっと他に難ありなのよね。仕方ないから私が結婚してあげようじゃないの。ああ、なんで私があなたと結婚しなければならないんですか？どういうこと？まず、自分が選ぶ側だと思っていること自体おかしいでしょ。あなた、何を言っているの？私は。その年齢で無職で実家暮らし、論外ですね。家事手伝いって言っても、どうせ皿洗いぐらいでしょ。自立もしていない女性は、金銭感覚も信用できない。私は家事全般もできるので、あなたと一緒になるメリットが何一つ感じられない。それでは、失礼します。なあ、何だったのよ、あいつ。こうして、私の1回目のお見合いは破談となった。私は家に帰るとすぐに、今日どんなひどい扱いを受けたかということを母に話した。もちろん母は激怒し、翌日結婚相談所へ苦情を言いに行った。なんでうちの娘が結婚してあげてもいいと言っているのに、それを断るんですか、あの男は。まず落ち着いてください。今回の件は非常に残念だったと思います。しかし、男性も女性を選ぶ権利があります。40歳無職で実家暮らし、学歴も職歴もほとんどなくて、家事も手伝い程度。自立していない女性と結婚したいと思う男性はかなり少ないと思います。実家に暮らしているという時点で自立していない女性だとみなされ、さらに一人で家事をしたり仕事をしたりといった経験がないと、男性から結婚後を案じられてしまうケースが多く、男性側から断られることがある。鈴鹿様の希望した条件が厳しすぎるかもしれませんね。もう少し妥協してみてはいかがですか？希望年収を半分に下げてみるなどはどうでしょう？あまり下げると両親は安心させられない。でもこの後も断られ続ければ時間がなくなる。したくもない結婚のために、なんで私がこんなに苦労しないといけないのよ。
条件を少し下げただけでもこんなにたくさんの候補が増えましたよ。でもそれって年収半分なのよね。そうですね、ちょうど半分で探しています。もういいです、他のところに行きます。そうですか、お力になれず大変申し訳ございません。また何かございましたら。もうこんなところは二度と来ません。私はすぐに他の婚活サイトに登録したり結婚相談所に相談をしに行ったが、本人とはなかなか会えず、会っても同じように断られてしまう。鈴鹿、今日はお見合いの日じゃなかった？今日の人もそんなに乗り気じゃないし、今日も行かない。あなた、やる気はどこに行ったの？お父さんのために結婚するんじゃなかったの？まだいいかなって、そのうち頑張るから。数ヶ月続いた婚活が次第に面倒になり、私は家の中でダラダラ過ごす生活に戻ってしまった。あれから2年、父の容態が良くなることはなかった。それでもどこかで父がそう簡単に亡くなるわけがない、そう思っていた。ああ、ママからだ。スマホに着信があった。父の看病に行ってる母から珍しく電話がかかってきたのを見て、どこか嫌な予感がした。鈴鹿、今すぐ病院に来なさい。どうしたのママ？お父さんの容態が急に悪化したの、早く来なさい。私の嫌な予感が当たってしまった。それから急いでタクシーに乗り、父のいる病室まで駆けつけた。パパ、私が着いた時にはすでに父が息を引き取った後だった。婚活を始めた頃はよくお見舞いにも来ていた。すぐにいい男を捕まえてみせるなんて話していた。しかし私が婚活をやめてしまうと、なんとなく父の顔を見るのが申し訳なくなり、お見舞いにも全く来なくなった。こうして孫の顔を見ることは叶わず、2年余りの闘病生活を終えて父は他界した。鈴鹿、ご飯できたわよ。今日も鈴鹿ったらリビングにも出てこないつもりなのかしら。こんなんじゃ本当にいつまで経っても結婚なんてできやしないじゃない。鈴鹿、起きてる？ご飯部屋の前に置いておくわね。ちゃんと食べるのよ。さい、なさい、ごめんなさい、なさい、ごめんなさい。私の引きこもりはさらに悪化してしまい、部屋から出ることもほとんどなくなった。このままじゃ良くないことは分かっている。父だけでなく、母にも孫の顔を見せることができないかもしれない。それでも、もう私は外に出る気力もない。私は一体いつから人生をやり直したらいいのだろうか。誰か教えてください。私の名前は鈴鹿。今日もいい天気ね。自宅で家事手伝いをする38歳のアラフォーだ。私は働いたことがないため異性との関わりが少なく、まだ独身だ。だけど結婚して家からいなくなるよりも、家で親と生活している方が最近は便利だと感じるようになってきた。お母さん、お腹減った。はいはい、ちょっと待ってね。親に何かあったらすぐに対応できるし、一緒にいれば親も寂しくない。親に甘えているという人もいるが、私はそれが最大の親孝行だと思っている。そんなある日だった。あなた、お父さん大丈夫？父が病気で倒れてしまったのだ。もう年も年なので体のガタが来ているらしく、入院が必要らしい。お父さんそんなに悪いの？そうね、もう年だからね。そっか。母親のその言葉から私は父親がそう長くないことを察した。お父さん大丈夫？ああ、心配かけて悪いね。お父さんはお見舞いに行くたびになんだかやつれていっている感じがした。
このままお父さんが弱っていくのを私は見ていることしかできないのだろうか。私はお父さんが死ぬ前に何か恩返しができないかと考えた。するとネットで親への親孝行とはという記事を見つけた。最大の親孝行は一般的に孫を見せることなんだ。そういえばお父さんも買い物に行って孫といるおじいさんを見かけると羨ましそうに見てたような。よし、私は結婚してお父さんに孫を見せることに決めた。でも私、お父さん以外の男性と話すのって得意じゃないのよね。そこで私はまず男性とのコミュニケーションの仕方をどう学ぶかを調べた。へえ、この人はホストに通って男性とのコミュニケーションを学んだんだ。とあるサイトには私のように男性と接点があまりない女性がホストに通って男性とのコミュニケーションを学んだと書いてあった。これだ。私はすぐにホストの料金を調べに行ってみることにした。初回は3000円だし、いい経験にもなるだろうと私はそう思っていた。うわー、すごいわね。ホストクラブはギラギラとした大人の雰囲気の世界だった。来た瞬間、私は場違いなんじゃないかと思ってしまい、来なければよかったと後悔していた。しかしそんな私に。お酒好きじゃないんですか？ならフリードリンクもありますよ。ありがとう。もしかして緊張してます？実は俺もまだここに入ったばかりなんですよ。そうなんだ。そう言ってフランクに話しかけてきてくれたのは、リョータという新米のホストだった。実は俺、何やってもダメで客を怒らせてばっかりなんですよ。そうなの？はい、さっきも客に酒こぼしちゃってめっちゃ怒られて。リョータは仕事での失敗が多いらしく、少し元気がない感じだった。でもすごく話しやすくて、すぐに打ち解けることができた。鈴鹿さんって中学はあそこなんですか？俺もですよ。そうなの？じゃああの先生まだいた？気がつくと亮太と普通に会話ができるようになっており、あっという間に退店の時間になった。今日は楽しかったわ。また来てね、待ってるから。初めてのホストクラブを私は思いっきり楽しんだ。あんなに楽しかったのは数年ぶりだった。私はまた亮太に会いたいと思い、1週間後にまたホストクラブにやってきていた。あれ、鈴鹿さんまた来てくれたんだ。嬉しいな。うん、先週楽しかったから。やはり亮太と話をするのは楽しかった。私は本来の目的を忘れて亮太と過ごす時間を楽しんでいた。実は太客ついてさ、今月の売り上げなんとかなりそうなんだ。本当よかったね。亮太は太客がついたと喜んでいた。笑顔で話す亮太に私は少しモヤモヤした気持ちだった。その太客のように亮太のために何かをすることができない、それがなんだか嫌だった。気がつくと私はホストクラブに通うようになっていた。美容室に行き、服もきらびやかなものを買い、亮太に気に入られたくて必死だった。今日はどんな感じにしますか？そうね、お金は親に好きな人ができたと言ったら喜んで援助してくれた。え、鈴鹿さんめちゃくちゃ綺麗になったっすね。びっくりしました。ありがとう。亮太に褒められたのが嬉しくて、私はどんどんお酒を入れた。気がつくと私はベロベロに酔っ払っていた。鈴鹿さん大丈夫？大丈夫大丈夫。鈴鹿さん。私がそう言って帰ろうとした時、なんと亮太が私を背後から抱きしめた。いつもありがとう。鈴鹿さんのおかげで俺頑張れるんだよ。亮太。私はこの瞬間から亮太のために生きることを決意した。しかしお金がなく、あまりホストクラブには通えない。そんな時に亮太の誕生日がやってきた。
私は亮太のために何かしたくて、少しくらいなら大丈夫だろうと闇金に借金をした。いくら欲しいんですか？50万円ほど。こうして私は亮太の誕生日に50万円のシャンパンタワーを入れてあげることができた。鈴鹿さん、ありがとう。俺これからも頑張るから。喜んでくれて嬉しいわ。しかし亮太の客は私だけではなかったことをこの後思い知らされた。なんと他の客が亮太に300万円のシャンパンタワーを入れたのだ。亮太くん、これ私からの誕生日プレゼント。マジっすか？ありがとうございます。私は喜ぶ亮太を見てシャンパンタワーを入れた女性に嫉妬した。何なのよあの女。せっかく50万円も入れたのにと嫉妬に燃えながら、私は亮太のことを調べていた。すると偶然亮太の太客らしき女性のブログを発見してしまった。な、何よこれ。そこには太客とホテルで寝る亮太の姿があった。しかもブログから亮太は全然新米でも何でもなく、出身の中学すらも同じではなかったことが分かった。全部嘘だったの。私はかなりのショックで気が狂いそうになった。私は亮太を問い詰めに行った。全部嘘だったの。実はあの太客に脅されて仕方なく。ごめんね。亮太は泣きながら私に理由を説明し謝罪した。亮太のことがショックでいると、今度は闇金の取り立てがやってきた。おい、返済日はとっくに過ぎてるんだぞ。すいません、お金は必ず。闇金の借金が膨らみお金を返せなくなり、私は母を頼った。母は水商売で体を売り借金を完済してくれたのだが、心労がたたり精神的に辛くなって行方不明になってしまった。私はそのことをお父さんに伝えに行った。そうか。ごめんお父さん、私のせいで。早く孫の顔が見たいな。お父さん。私はそこでやっと気がついた。私がやっていたことは親孝行とはほど遠い親不孝だったことに。私は母も父もいなくなり、散らかった部屋で今日も絶望しながら生きている。こんなはずじゃ。あの時ホストクラブになんて行かなければ。そう思ってももう遅い。もう私の両親は二人ともいない。私の名前は鈴鹿、いわゆる子供部屋おばさん。でも別に気にしてない。だって子供部屋おじさんよりはマシだと思ってるし。だいたい子供部屋おじさんとか恥ずかしくないのかしら。男のくせに親のすねかじってさ。女はいいのよ、女は。両親は娘ってものを可愛がるものだし。パパもママもお小遣いくれるから働く必要もないし。今日も課金ガチャにお小遣いを使ってイケメンキャラを引きまくるわよ。そんな生活をして早20年ほど。なんだか最近虚しくなってきたわ。どうしてかしら。なんか最近面白くないのよね。気分転換に私は外を散歩していた。うちの近くには大きめの駅があって、駅の裏にはピンク店が広がっている。うわ、いかにもおじさんが好きそうな店ばっかり。こういうの何がいいのかしらね。理解できないわ。鼻で笑いながら店を通り過ぎようとしたけど、私のイケメンセンサーが反応した。何？あのイケメンの看板は。近くでよく見てみると、どうやら女性用ピンク店の広告だったみたい。女性用ピンク店？今はそういうのがあるの？お姉さん、イケメン揃ってるよ。いいです。危ない危ない、キャッチに捕まるところだったわ。でも女性用ピンク店か。ちょっと調べてみよう。帰ってから調べてみたけど、どうやら店にわざわざ行かなくてもホテルを指定すればそこにイケメンが来てくれるシステムもあるらしい。ふーん、なるほどね。
もしかして最近虚しいのって二次元のイケメンしか見てないからかな。三次元のイケメンと関わったら新しい刺激になるかも。私は親の財布から2万円ほど抜いて女性用ピンク店を利用することにして、ホームページから好みのイケメンを選んで家の近くのホテルに来てもらうよう頼んだ。そして約束の時間になるとイケメンが来た。鈴鹿さん、はじめまして、亮太です。ま、待ってました。女性用ピンク店では基本的に本番行為は NG らしい。ま、本番なんてするつもりはないから別にいいけど、私は亮太くんにいろいろとヒアリングをされた後、体中をマッサージしてもらった。上から下まで入念に。女性用ピンク店で働く男のことをセラピストって言うらしいけど、確かに癒される。90分コースでお願いしたけどあっという間だった。鈴鹿ちゃん、気持ちよかった？もう最高だった、ありがとう。それじゃあ90分で1万5000円ね。私は亮太くんにお金を払って、ホテルを出ていく亮太くんを見送ったけど、なんだか虚しさを覚えちゃったな。確かに気持ちよかったけど一瞬の出来事だもんね。しかも1回1万5000円とか高すぎ。これなら二次元に課金してた方がマシだわ。口ではそう言っていたけど、私の心はすっかり亮太くんに夢中だった。またある日、私は親の財布からお金を盗んで亮太くんを指名しホテルに行った。また指名してくれたの？鈴鹿ちゃん、ありがとう。亮太くん待ってたわよ。今日は120分コース2万円でお願いした。亮太くんが私の体中を触ってくれる、それがとっても嬉しいし気持ちいい。はい、これでおしまい。もう終わりなの？延長は？この後もう指名入っちゃってるからごめんね。また今度呼んでね。楽しかったよ。そう言って亮太くんは出て行ってしまった。なんだろう、亮太くんと一緒にいる時はすごく楽しいのに、終わっちゃった後の虚しさ、まるで夢でも見てたみたいな。私は所詮お金の関係なんだと割り切ろうとしていた。しかしそんな時。ねえ、あのバッグ買ってよ。ああ、今度婚約指輪買うって言ってるだろ。そうだけど。私は気づいた、亮太くんとはお金だけの関係は嫌だ。せっかく三次元で出会えた王子様なんだもん、私のものにしたいわ。そう思って私は亮太くんをまた指名した。鈴鹿ちゃん、今日も指名してくれるなんて嬉しいよ、ありがとね。亮太くん、今日も120分だからね。うん、よろしく。亮太くん、今まで亮太くんとこうするために生きてきたんだと思う。それくらい亮太くんとの時間は幸せなものだった。はい、120分だからおしまいね。いや、え、鈴鹿ちゃん？いやよ、ずっと亮太くんと一緒にいる。鈴鹿ちゃん、わがままを言っちゃダメだよ。また指名してくれれば会えるから。亮太くんが他の女に触れてると想像するだけで私発狂しちゃいそう。鈴鹿ちゃん、困ったな。結局亮太くんを30分ほど拘束していたら、お店の人がホテルの部屋に入ってきて亮太くんを引き離した。私と亮太くんの幸せな時間を奪うなんてひどい人たち。亮太くん絶対会うの。亮太くん、私は亮太くんに何とかして会おうと、また両親からお金をもらおうとした。しかし、どうして財布にお金が入ってないのよ。鈴鹿ちゃん、やっぱり鈴鹿ちゃんだったのね。ママが悲しそうな顔で私を見ていた。やっぱり鈴鹿ちゃんだったのね、財布からお金を盗んでいたの。もうこれ以上はやめてくれないかしら。ママは涙を浮かべていたけど、そんなの関係ない。ママが私の恋路を邪魔するなんて許せない。ママ、ようやく私が恋を見つけたっていうのに、ママはそれを邪魔しようっていうの、最低。恋？でも鈴鹿ちゃんに恋人がいるなんて聞いてないんだけど。
これから恋人になるのよ。もうママには頼らない。私彼に会ってくるから。ちょっと鈴鹿ちゃん、私は陽太くんのお店があるピンク街に来た。あった、あの看板、あのお店に陽太くんがいる。ちょうど私が店に近づこうとした時、陽太くんがお店から出てきた。陽太くん、これって運命？私を待ってたの？陽太くん。そう思っていたんだけど。あ？陽太くんはホテルで会った時とはまるで違う態度をとってきた。あんたか。何？店にまで来たの？あんたとっくに NG リスト入ってるから来ないでくれる？ NG リスト？一体何を言ってるの？忙しいっつってんのに人を引き止めるし、おまけにあんたくせんだよ。俺臭い女 NG だから。そんな、そんな、私の王子様、陽太くんのイメージが壊れていく。私の恋人が。陽太、陽太。うわ、何するんだ、やめろ。許せない、私の愛をもてあそぶなんて。許せない、許せない、許せない。気がついた時には私は警察に連れられ、パトカーの中に行った。そのまま刑務所に行き、檻の中に入れられた。どうして？私はただ好きな人と一緒にいたかっただけなのに。好きな人と一緒になろうとすることが犯罪なの？こんな国間違ってるわよ。ったく、まともに男と関わったことのないおばさんはこれだから困るよな。俺たちはあくまでサービスを提供してるだけで、ガチ恋されても困るっつの。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。